皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もルールオブローズ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、雑巾姫の章の後半を突破したところで、一応ですね、熊の人形女子を献上することに成功しました。今回さらに次の章に向かっていきます。1930年11月、お葬式の章。誰のお葬式なのか。さあこれもしかしたら個人か。汚れ物の部屋、縛られてる。あとブランがいる。どう、これがほどけないで命令ができる。なんだこれ、弱ってる、へばってんのか。何されたの。いや、寝てんのかな。あ、寝てんのかよ。もう心配して損したわ。不幸な少女はここはあの古い館であることに気づいていました。そしてこの日こそ、美しい夕暮れのこの日こそ、不幸で不幸の不幸な日。そんな不安に押しつぶされそうな不幸な少女を、ただ夕暮れと物言わぬ友達だけが静かに見つめています。こうしてこの日は始まります。お葬式、なんだろう、パート1、2のあの感じだとやっぱブラウンなのかな、ワンちゃん。それか人なのか、もしかして。ジェニファーは赤いクレヨンを手に入れました。赤いクレヨンは貴族の印、少女たちの言葉が思い出されます。多分口紅なのかな。で、カカシがいて、他にアイテム、夕暮れ時、いいね、明るいと、バケツがある。今これ武器どうなってる。あ、これ持ってるんだ。キッチンナイフ。キッチンナイフと、スコップ。まあ、どっちかっていうとスコップかな。で、これはドロップして、鉄パイプ。これもドロップする。かじられたビスケット。これいる？熊の尻尾。これはアウトかな。よし。じゃあ一旦こういう感じで、話を聞こう。話を聞く。我が輩が知るところ、お前も貴族の仲間入り、貴族の印を手に入れた。本当に仲間に入れたか、確かに貴族になれたのか。自分の足で見て回れ、それが唯一の道しるべ。移動パートね。探索パート。よし。じゃあこれらのパート1の結構無駄になった探索が生きてくる。で、セーブ。そう、パート1の探索、あれで得たものがドキュメント、あと土地勘かな。その2つ。こっち。待ってね。まず、クレヨン。多分これを、そうね、ファインドにして、よし、反応する。
2階廊下で、これトイレね。明るくていいわ。さあ次にホールで下っていく。これで1階ホール。これはアイテム？真新しいはしごが置かれています。こんだけ。今のエレノート・クサビエ、あとホフマンか。少女は厳しい先生が部屋を後にしたその時から本当に一人ぼっちになりました。で、これ多分自信がないはず。いや違うんだな。時計割る時からずっと止まってるようでした。テキストが若干変わってる。これは何でもない。ゴミか。待って、そっち行くんだけど、まず最初にホフマンじゃない？どっちかっていうと。こっちに来なさい。今ここで、この広いとこかな？どっちかっていうと、こっちね。これが院長室だと思う。あ、違うわ。すいません。この手前か。なんかね、これ、不穏なんだよ。これなんだよ。ん、ここになんかある。ロリポップ、よし。回復アイテム。で、こっから通り抜けができなくて。なんかロリポップあるということって話じゃない？応接室。これ、部屋の名前が書いてないんだよな。ホフマン。下のあの狭いとこ。いや。ここの上だ。そうそう、こっちだ。こっち。合ってるわ。さて、来ましたで。ホフマン。Dirty wretch. Why are you always trying to get out of work? Can't you do your job like all the other children? これだけ？何？ひどいな。いじめられていたのに。まだいたのか。お前はみんなの掃除の手伝いをしてくるんだ。わかったな。まあ、わかったけどさ。これどこ行くの？物置部屋。ここは何かあるかな？これもロリポップ。テキストは変更なし。これはどう？よし。ロリポップ。ここでなぜこんなにロリポップが。多分強敵が出てくるのか。つまり、それしかない。で、これでどうする？ワンちゃん曰くそっちなんだよな。こっち。ちょっと待ってね。今こういうところ。これはそうだね。従った方がいいかな。ブラウン、頼む。これクリーニングとかじゃ落ちないよ。さあ、どこに行く？ここなの？なんだこれ。地下通路。これ行ったことないよ。前、閉まっていた。うわ、ここ暗い。ここはどぐらいぞ。なんだこれ。待って、ぐいぐい行かない。なんすかここ。地図あんのこれ。これ、部屋になってるわ。で、正面行き止まり。こっちも行き止まり。とりあえずまあ、行こうか。と、木の根っこ。不気味な根っこが根付いています。確かになんか、人の形のようにも若干見える。あと手とかね。ここに何あるんだ？地下倉庫。ジェニファーは貴族の掟を手に入れました。ここで貴族の掟。
と、壺があって、これで終わりかな？待ってね。貴族の掟。なんだこれ。これでクレヨン。これがもうオワコンになった。リムーブして、ドロップする。これか。貴族の掟。待ってね。使うんじゃない。これをルック。1、姫当時に忠誠を誓います。1、仲間同士愛し合うことを誓います。1、毎月貢ぎ物を献上することを誓います。これで終わり。で、ファインド、これも指定ができない。貴族の掟。これで終わり？いや、不穏だな。地下通路。これ、こっち行けんの？あ、これ行けるんだな。地下倉庫。一応これ見とく？全部。なんだこれ。椅子がポツンと置かれています。とても嫌な気分になりました。なんかあったんでしょうね。多分ここで。あと、これは武器とかじゃないの？待ってね。一応もう一回。違うっぽいな。これだってさ、全室これ回っていけるで。で、プラス、ショートブレッド。回復アイテム。多分これこっから出たら、イベントかな。これをファインドに指定して。どう？待ってね、つかかった。ワンちゃん。ワンちゃん。そう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 。どっかになんかあんだけど、あ、そう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 。ここに用しないっす。これは、ショートブレッドですね。まだある。外。こっち。今回もこれ回復使うのか、いっぱい。やだな。このゲームの戦闘、本当にこれシャレにならんのよ、マジで。で、そうそう、ここに部屋んだな。これも行っとくか。地下倉庫。いや、なんすか、これ。君の裏に人形がたくさん置かれています。ジェニファーはとても不安になりました。あとね、斧かな。これ、血の跡でしょう、多分。これなんだろう、背比べ。いや、不穏だね。しかもこれがサイレントヒルみたいなね、架空の世界じゃないっぽいっていう。現実世界に戻ってきて、これ。と、こっち。これは見とかねば。これも地下倉庫。これは映写機。映写機は壊れていて、フィルムを再生できません。あ、多分ね、これクリア後かな、もしかして。フィルムっていうアイテムがあります。ゲーム中のイベントかな？なんかそれを見れるっていうアイテム。で、そう、ワンチャンそっち行くんだけど、ここになんかあんだよな。こっち。これがですね、ひときわ大きな部屋。で、プラス、上下行き止まり。先にこっちかな？潰すか。これは、なんでもない。ね。そう、このライティングね。ここも意外となんでもない。となると、部屋か。こっちの部屋。ここね。これが何か。さあ、これも地下倉庫。と、アイテム。ジェニファーはキコリさんの斧を手に入れました。キコリの斧。多分でもこれ装備じゃないかな。キコリの斧。いや、装備だわ。マジか。年代物の斧。多少錆びついてはいますが、斧は斧です。これ何？装備できんの？するけども。ちょっと振ってみようね。あ、これ割といいかな、もしかして。こういうやつ。1、2、3ね。横振り。多分火力もすごいと思う。
と自転車、少し埃をかぶっています。1930年代の自転車ね。あとこれなんだこれ。ジェニファーは犬の餌の缶詰を手に入れました。となると、これワンちゃん回復アイテムでしょ。ワンちゃんがダウンするほどの敵が来るってことね。ファインドユーズルック、食べ応え満点な缶、ワンちゃん大満足、ドングズ。たくさんの空ケースがあります。タグには名前が書いてあります。メグ、ダイアナ、ニコラ。とこっち園芸用具、どれもよく手入れされています。多分じゃあバラ園とかで使うのか。あ、でもバラ園は違うか。あれはあのおじさんのうちね。さて、斧を取って先行く。で、さらによし、ここでショートブレッド。今ね、回復これもう十分かな。結構あるぞ。6個だいぶある。まあ一応ファインドに指定して、もうないか。これでじゃあ何、次どこ行くの。今ここにいます。真ん中、あれ庭か。中庭あってホール、どっち行く。こっから行くところ、これがパッと見わからんな。アイテム、待ってね。あ、でもクレヨンはね、捨てない方が良かったのかな、もしかして。ビスケット、これファインドにしてどうかな。クサビエ、これ反応なし。こっち、これいける。一回廊下、掃除の手伝いっていう風に言ってた。ここもそう、カメラが怖いんだな。で、マップ。真正面行けて、あと、右行ける。どっちかっていうと、こっちかな、広いの。台所。なんだろう。何かを取ろうとしてる。この食材、これ、腐ってんのかな？新鮮？この子ね、そう。名前なんだっけな？オリビアだったっけ？泣き虫の姫様は少女が慰めようとすると、なおさら強く泣き出すのでした。トドの妻に一人ぼっち。なんて器用な不幸な少女。なに？鍋取んなくていいの？それかこう、楽にする？これで終わり。他何もない。なんだこれ。不穏だな。結局んとこやっぱ、あれか、なんか無視してんのか。ジェニファーを。こっち、これはいけない。これで何？帰って終わり？これなんだろう、釣られた魚かなんかかな。いや、ちょっとね、よくわかんない。一旦出ようか。一回廊下。と、こっち。これがいけない。いけないところもあるんだ。何？男の子の声。ジェニファーはどこからか飛んできた紙くずを開きました。紙くずにはこう書かれていました。ジョシュア様がかわいそう。ジョシュア様。あの男の子ね。こっち。これいける？これもダメ。ジョシュア、これどうなったんだ。あとね、こっち。これがですね、寝室かな？だいぶ広いとこ。教室。寝室は2階か、じゃあ。教室。黒板には丁寧な書体の文章が繰り返し書かれています。あとね、ここにメモかな？いや、でもこれはインタラクトできない。
いやでもこの感じ嫌ね。なんかね、多分女性の方がこの嫌な感じは伝わると思う。男性よりも。この陰湿な感じっていうの、ねちっこい感じ。さて。で、一周してきてホール。ここに来て。じゃあ、こっから上かな。それかもしくは、戦闘してるわ。くさびえ。食いしん坊の王子様は、冷めたスープを出されたかのように、少女から目をそらすのでした。悲しく泣いたって一人ぼっち、なんて惨めな不幸の少女。無視か。一番典型的な、古典的なやつね。だらしない王子様は、飽きたおもちゃを見捨てるように、少女から目をそらすのでした。優しく笑いかけても一人ぼっち、なんて哀れな不幸の少女。孤立か。孤立させましょうと。いやーでもなんだろうね。悪いこと何もしてないように見えるんだけど。ジェニファー。多分なんか彼らからしたらいじめられる側にも原因があるっていう、そういう感じじゃない?と、一回廊下。これが確かスタート地点。だったっけ?いや、違うんだな。よし。ここで、まずセーブして、あと一応話聞こうか。多分変わってないかな。で、話を聞く。いや、これ変わってるわ。お前は時間に気づかずに掃除に遅れて叱られた。みんなはとても賢い子。お前は何もできない子。それはここでのお前の立場。ここではみんなが楽しく暮らす。お前のことなど気にしない。みんなの姿を見て回れ。それが唯一の道しるべ。カカシもなんか不穏なこと言うし、なんなんこいつ。こっち。これなんだこれ。待ってね、このプレートが読めない。あ、多分トイレか。じゃあ、これで次2階かな。ホール。でもね、この環境嫌っつってもさ、なんだ?またほら、髪くる。脱する方法はないんだよな。解決策はないっていう。親がいないし。ジェニファーはどこからか飛んできた髪くずを開きました。こう書かれていました。嘘つき女。くっそ。こっちに斧がある。さあ上に来て、こっからこれどう回る?多少土地があると言っても、ね。これだもんな、広さが。で、正面からやってきて、じゃあまず、そうね、こう回りで行こうか。こう回りね。なので、ここかな?これがベッドルームだったっけ?そう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 。寝室の大部屋。ダイアナか。おら!いくら少女が話しかけようと、勝ち気のお姫様は、気だるい視線を宙に浮かべるだけでした。寝ても覚めても一人ぼっち、なんて切ない不幸の少女。この章やだな。生々しい。で、さらに、紙くず。こう書かれていました。死んでお詫びを。死んでお詫び。何したんだよ、ジェニファーが。いや、でも子供暴力って本当になんだろう。多分、死ねってことすごい簡単に言うけどさ。実際死ぬことを一切考えてないもんね。究極の無責任というか。さて、で、廊下に来て、こっから左回りで行きましょうか。こっちね。左折してこっち。
裁縫部屋。ということは多分、アマンダか、いるとしたら。だよね。必死に集中しようとする小さな心のお姫様の仕草はとても不自然なものでした。不幸な少女は悲しくなりました。そしてまた一人ぼっち、なんて数奇な不幸な少女。とても不自然。慣れてないってこと？こいつも鹿とか。無視してる。ちなみに鹿とっていう単語、花札で鹿が外を向いてることが語源らしいよ。鹿が外で鹿と？確かに鹿とってなんだって思うな。花札らしいです。さあ、また、紙くず。こう書かれていました。自業自得。そうね、何かを一旦したのかな？つまり、ジェニファーがよからぬことを、反感を買うようなことを。で、正面。これが大部屋。図書室。つまりメグかな？メグともう一人。待ってね。あとそうだ。この、ショートブレンド。これを完全に忘れておった。あ、あるんだ、やっぱり。そっち、ああ、そっち行っちゃうんだね。ちょっと待ってね。いや、こうやってほら、鹿とすんだろう、こいつらも。楽しいね、これ、つって。二人のお姫様は絶対に不幸な少女を間に入れようとはしません。どこへ行っても一人ぼっち、なんて孤独な不幸な少女。いや、これかわいそうだよ、さすがに。まあ、斧あるからいいんだけどさ。ね、これ斧なかったらだいぶ心細いよ。で、こう離れるとこうパッとね、戻るんだ。いやーでもね、なんかね、子供の頃こういうのあったもん、実際。小学校とかで。リアルだな。よく覚えてるわ、作った方も。どこだよ？悪空間かよ、これ。今の。スタンド使いか。こう書かれていました。ビリッケツプラス泥棒、最低ジェニファー。泥棒。その、ジョシュアのことを取ったってこと？誰かから。で、それと、まあ、回復これぶっちゃけいいかな、正直。あとこっち。階段廊下。回復アイテム多分10個ぐらいあるもんね。こんだけあれば、どんなん来ても死なんだろう、さすがに。さて。でですね、こっから、大部屋プラス右半分。これがまず、大部屋かな？遊戯室。まずアイテム。これミンスパイ。ミンスパイ。割といい回復アイテム。で、ショートブレンドそっちね。この部屋はないのか。遊戯室。こいつね。やんちゃなおじさまの到着駅には少女の名前はありませんでした。置いてけぼりで一人ぼっち、なんて愚鈍な不幸の少女。この、だってもう、なんかテキストすらこれ煽ってくるもん。と、これは骨付き肉。多分、ワンチャン回復アイテム。と、こっち。ロリポップ。
回復アイテムこれめっちゃ出るな。なんだこれ。こんな持ってていいの？ほら。1、2、3、4、5、6。で、7。8、9、10。10個ね。で、プラス骨付き肉。ルック。歯応え満点のお肉。ワンちゃんの好物。これね、なんかこのブラウンが死ぬっていう展開、これほんとやめてよ。ここら辺は何もない。一番大切なこう、なんかさ、周りから攻めるみたいな。本人じゃなくて。でもね、子供それ普通にやるからな。やりそうだからな。また紙くず。こう書かれていました。泥棒ジェニファー。これはさっき聞いたな。でですね。ここから正面行ってそっちかな。あとさらに上がある。ここくらい。ほいで、右ホールね。で、左。あと正面。正面行って左の扉行って、一番奥かな。医務室。いやー、可愛い保健の先生とかおらんかな。この子、これ誰？保健係。怯えたお姫様は、どうしてか、不幸な少女とは目を合わせることもしませんでした。明日もその次も一人ぼっち。なんて不遇な不幸の少女。多分いじめられるから。この子も。ショートブレッド。ここはないかな？ないね。とこっち。これがいけないんか？意外と。あ、これがクララ。いや、これもやだな。何すんだろう。鍵穴。どう？単に掃除か。それだけなのか、本当に。いやー、これ、今回だって不穏なシーンしか見てないよ。これ見て終わり？で、多分これいけないでしょ？あ、だよね。わざわざこう、鍵を閉めてね。クララを呼ぶという。あの子結構可愛いもんな、クララ。と、バルコニー。これは初めて。ここはエレノアか。不幸な少女が冷やかなお姫様にいくら話しかけても、お姫様の冷たい視線は、ただお空の向こうを見つめるだけでした。気づいてみれば一人ぼっち、なんて因果な不幸の少女。エレノア様も、無視ですか。この子はね、ツルペタ具合が本当に素晴らしいんだよな、モデリングの。ずっとこのままでいてもらいたい。個人的には。これで、まあでも主人公これ斧持ってるからな。これで、これでまあとりあえずじゃあホールなのかな。そっちに戻るしかないよね。これ、壁でしょ？そう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 。壁なので、これでホールね。あ、なんだ。イベント。またこの紙くず。こう書かれていました。ホールへおいでよ。
これでイベント発生か。さあ、ホール、来たで。これで1階かな？これどうしようかな。なんか、セーブした方がいいのか、しなくていいか。まあでも、回復こんだけあるからいいかと思うじゃん。と思うじゃん。でもここに一応セーブあるから、ほら、しとこうね。あとトイレ。これはいける？これもいけますね。2階レストルーム。ここはないかな。あとそう、目玉のマークだっけ？そう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 。これなんだこれ。なんかね、タケノコみたいなの生えてんの。なんだこれ。で、インタラクトできません。これももしかしてなんかクリア後とかに、ね、なんかあんのかな。で、ちょい待ってな。じゃあそうね、一旦セーブして、これでホール行って、今日終わりかな。とりあえず、話を聞こうか。こいつもだんだん敵に回ってる。お前はみんなの姿を見回った。けれども誰にも相手にされず。ただただ古き友の目がお前を静かに見つめる夜。その瞳は何を見る？悲しい瞳のそのわけは。指し示された場所へ行け。それが唯一の道しるべ。これが一階ホール。行ってやろうか。一旦そうね、ショートブレンド。これ解除でいいかな。6個あればこれマジで死なんだろ、さすがにマジで。と信じたい。くそ、誰だよ。斧持ってんぞ、こっちは。危ねえだろ。これで、さらに。さあ、これでこの章クリアかな。セーブが入る。今月の貢ぎ物、あれがまさかの自分なんだ。さあどうね、今回もすいません、時間の切りがちょうどいいんで一旦これで終わりにして、で次回多分これ継続かな、お葬式の章。続いてこれをね攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ルルオムローズでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。